はい、やってまいりました。やばすぎる仮面ブックメーカー投資の検証でございます。おはようございます。サンキュベット結果報告です。本日は5ベット4222円プラスでした。利率108%、なんと100%超えです。いつも通り4ベットで終わるつもりでしたが、どう考えても勝てるゲームがあったので取りに行きました。ということで、久々の5ベットを朝7時10分で全て終了。会社員がやるとこんなのが良いと思うんですけどね、ということで、まさかのクソ早い終了っすね。めっちゃ早いっすね。出勤前にもう利率100%超えっていうことで、はい、いただいたのが、まあ、こんな感じですかね。い。いただきました。2月17日ですね。2月17。はい。7時9分。8時。8、これ8時かな。7時35分。もうこれちょっと時間ずれてるんですかね。ちょっとだけ海外と時差があるのかな。まあまあ、朝終了ということで。はい。5ベットすべて。全勝。素晴らしい。これすごいですね。もう終わっちゃいましたよ。なもう今日朝方、鷲津さんから LINE 来てて、早いみたいな。今日クソ早いな、みたいな。僕も今日8時過ぎぐらいに起きたんですけど、早かったですね、今日の LINE でいただいて。まあ、いつも LINE でこう、添付してもらって、まあ、メッセージもらうんですけど、クソ早かったですね。だからまあ、そのサラリーマンの方とかは、まあ出勤前にちょっとみたいな、まあ出勤中とかね、わかんない。まあ満員電車中はちょっときついと思うんですけど、まあ朝ちょっと、まあ30分ぐらい早く起きてちょっとやってとか、朝ごはん食いながらちょっとやったりとか、で、もうなんか、これで、あれじゃないですか、これでなんか今日、利率100%超えしたぜっていうことで勝って出社すると多分気持ちいいと思うんですよ。気持ちいいですよね。完全朝立ちですよね。まあ朝に立つみたいな。立つみたいな。朝気持ちよく立てますよね。朝気持ちよく出社できると思うんですよね。ということで、まあ今回はですね、朝立ち終了。朝立ちより気持ちがいいんじゃないかなという結果報告いただきました。まあこの時間帯でもこうやってこうできるっていうのは、まあどんな方でもまあまあ時間帯問わずですね、ちょっとサクッと抜けるかなと。そう、朝立ちして抜くっていうね、サクッと抜く。サクッと抜けるじゃないですか。どうすか？いいと思うんですけどね。サクッとより濃密に抜きたいですか？ 朝立ちから抜くみたいな。朝立ちからブックメーカーで抜くみたいということで、はい、4月15日ですね。4月15日に、福岡でこのセミナーを開催します。このノウハウを暴露する。4月の15日、鷲津記念日セミナー、鷲津誕生日記念セミナー in 48億ですね。はい。in 48億セミナーしますんで、まだ全然2ヶ月後ですけども、はい、2ヶ月間番宣していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ではですね、これで今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。